加山の院諸方は、鎌倉時代後期の苦行、家人。内大臣、加山の院指針の次男。下には、聖二位、大納言、増大上大臣。五代醐天皇の倒幕計画に参加したが、幕府に拘束されて、廃所の下佐国で没した。五代醐町の有力家人であり、俗戦在和歌集以下の直線和歌集に十四種が、日衆したほか、順直線和歌集、 新馬和歌集にも、文帝公の死亡で49首が取られた。諸方を祀る、昭五門信者、諸方の墓所と伝えられる、九月歌唱案4年1月にわずか2歳で除赦。徳治元年12月に自重になり、右少々、左中少などを経て、昭和5年11月に、13位、翌文法元年12月に参議として苦行に列した。同2年2月、 五代醐天皇が戦争すると、7月には、上席参議4人を超えて、県中納言に任じられる。当初は、父と同じく寺名院等に出資した、諸方だが、その母が、天皇の母と近い血縁に当たるためか、やがて五代醐から徴用されるようになり、中宮の県大部、佐衛門ただし、団状院などを歴任した。小中3年2月県大名言。 火略2年11月生2位に除任され、同4年6月には大納言に転じた。また、マスカガミによれば、五代醐天皇と側室の二条、藤子の間に生まれた若宮の父父になったという。元康元年、元徳3年8月、元康の乱が勃発して天皇が京都から逃れるに、及び北長尾の山荘に陰性していた諸方はこれに、 ぐぶして三条わ原までを赴いたが、直命によって天皇の身代わりとなり、服装と田ごしを整え、四条高助らの苦行を従えて、比叡山に登った。これを天皇と思った、遠虐自主とは大いに指揮を上げ、押し寄せる六原の幕府軍をよく撃退したので、天皇は追撃を受けずに、笠木に先行することが可能となったのである。時期にその暴力が露見し、 失望した首都は離反するに至り、諸方らは密かに山を下って、笠木による天皇と合流した。しかし、1ヶ月に及ぶ幕府軍との攻防の末、9月28日に笠木が陥落し、諸方は天皇に従って敗走するも、その途中で法則されて、翌29日に出家を遂げた。法名を祖帝という、10月時平等院から六原に移送され、 長井東藤美入道のもとへ預けられた。翌元孔二年、昭郷元年四月幕府から恩での処分が伝えられると、翌月中旬に京都を建って下佐国に下り、千葉定種の家で公金のみとなるが、十月末に病のため同地で公居。去年三十二後年、諸方を相席した天皇より、大乗大臣を追贈され、文帝公と、 送りなされた。二乗派の定身歌人として、現行以降の公演に映進したが、現行の乱に際してその考えを演じた作品は、特に評価が高い。俗戦在和歌集以下の直戦集に14種、南朝の順直戦集、新馬和歌集に49種が取られたほか、林英和歌集などの四戦集にも二集する。28洋章の編者と申され、日記に諸方狂気がある。 太平記では、五代五天皇は、即位初期から、鎌倉幕府を打倒して、条件を回復せんとの意思があり、日之助とも、都市が催した倒幕の密月には諸方も、その同志として参加した、と描かれている。しかし、諸方がブレーーや、聖中の変に加わっていたことを示す、実証的証拠はない。2007年には、川内昌介によって、聖中の変が、 倒幕計画だったとする説そのものに疑問が提起された。詳細は、成中の編 AB、上落期、新馬若州による。南方記伝南朝変年記略などは、具体的に10月29日とする。法人入道親能とする場合もある。AB 河内2007、ピアニッシも305-306、河内2007。 ピアニッシモ、304-347、南方記伝、加算の因果府による。南朝編年記略は、同年9月21日とし、断絶諸課略伝は、兼務元年とする。ありがとうございます。